JAT ボイスプロダクション、通称 JVP で声優ナレーター活動を活性化しませんか？ JVP はせっかく専門学校や養成所に通ったのに声優、ナレーターとしてなかなか活躍のチャンスに巡り合えないあなたを対象にお腹いっぱいレベルの場活を提供できる制作プロダクションです。所属すると、まずはあなたのボイスサンプルを徹底的に収録し、 JVP 営業ラインナップにプロ声優、ナレーターとして登録します。既存メンバーにはテニプリ声優やプリズンブレイク吹き替え声優もおり、あなたのボイスサンプルはそのメンバーの一員として宣伝されます。 JVP では毎月の必須課題として、担当マネージャーから短編または中編、長編レベルの小説作品の朗読案件が与えられます。これを個別にスケジューリングしてマンツーマンで収録します。そして完成した作品は JVP が運営している声本にてダウンロード販売商品としてリリースされたり、全世界で視聴できるラジオ番組声本ラジオでも放送されます。それに加え、ここ数年飛躍的に増えている漫画アニメーションで人気の YouTuber との提携により案件数が急上昇中です。もうメンバーが足りなくて本当に困っています。さらに超ハイレベルな案件としては、大手出版社人気ベストセラー書籍を丸ごと一冊朗読するオーディオブックナレーターとしてのチャンスも常に隣り合わせです。さらにさらに、 JVP では戦争漫画として600万部以上発行されている足立の弦や、人気作家浅田次郎、宮沢賢治、夏目漱石、江戸川乱歩、太宰治ほか、さまざまな有名タイトルの朗読劇公演の企画プロデュースも行っており、 JVP メンバーは超大物声優や精鋭声優たちとの共演も実現しています。 JVP は2009年9月に設立された JAT 一般社団法人日本タレント協会を母体として、声に関わるタレントマネジメント、作品制作に特化したプロダクションです。その他、イベント場内放送、司会、ラジオ出演、歌手としてライブ出演、英語教材ナレーション、企業 VP、 ゲーム、アニメ声優、 2.5 次元ミュージカル、舞台、映画、ドラマ出演のオーディションも受けることができます。この動画を見て少しでも気になったら、まずは無料カウンセリングにお申し込みください。担当マネージャーがあなたの現状をしっかりヒアリングし、今後の活動方針を明確にご提案します。 JVP のメンバーにはこんな方が向いています。声優、ナレーションの専門学校や養成所に通ったけど実践の場がない方、将来所属したい事務所があるので実践経験を増やして所属を勝ち取りたい方、舞台や映像役者をやってきたが声優ナレーターとしての活動も始めたい方、専門学校や養成所に通いたいけど資金的に厳しい方、名ばかりの事務所預かり状態で活動が全然できていない方、地方在住で東京に来ることが困難な方、もう夢を諦めて地元に帰ろうか悩んでいる方、社会人として働いているがどうにかして活動したい方、年齢を気にして初めの一歩をなかなか踏み出せない方、顔出し NG だけど活動したい方などなど、 JVP の元メンバー現メンバーの声をまとめました。 JVP がなかったら今の自分は絶対になかったです。 JVP に入ったおかげで毎日が刺激に変わりました。 JVP での経験があったからこそ今の事務所に所属できました。絶対に売れて恩返しします。JVP は新しいスタイルで変な縛りもないから活動しやすいです。普段社会人の私でも個別スケジューリングシステムでストレスなく活動できています。70歳を超えて視力低下が著しいですが、できる限り頑張りたいと思います、などなど。 JVP はマンツーマンマネジメントが主体のプロダクションです。そのため少数精鋭体制となっておりますので、今回新規メンバーとしての募集は10名限定とさせていただきます。JVP 新規メンバー応募条件はこちら。 1.18 歳以上の男女、特定の芸能事務所に所属していない方、ただし登録制や活動制限のない事務所、劇団所属者は OK。 声優ナレーター専門学校または養成所に通った経験のある方、在学中の方、未経験だが独学で実力に自信のある方、若い頃に芸能活動経験やレッスン経験がある中年以上の方、礼儀マナーを守れる方、本気で取り組める方。代表の中井亮太郎です。私は実業家の傍ら2009年にこの団体を発足し、これまで2000名以上の活動支援を行ってきました。そこで確信できたことは、誰にでもオンリーワンの魅力は必ず存在するということ。輝きを放てる術を知らないだけ。私は皆さんより少しだけ経験と知識があります。もちろん数々の失敗経験も。現在私自身も声優、ナレーター、脚本家、音響ディレクター、プロデューサーとして活動しております。だからこそ皆さんと同じ目線で取り組むことができ、辛いことや嬉しいことをシェアできると思っております。 JVP が皆さんにとって最高で最強の場所となるように、これからも精進していきます。ぜひ一度 JVP 町屋スタジオに遊びにいらしてください。いっぱいお話ししましょう。